どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。8月2日、今日の歴史3分講座。あの徳川家康さんは、6歳の時になんと売り飛ばされたことがあったんですね。はい、本日8月2日はですね、当時6歳だった松平竹長さん、後の徳川家康さんがですね、義理のおじいちゃんである戸田康光に裏切られてですね、松平家の敵である織田信秀、これ信長のお父さんですけども、そちらに売り飛ばすために拉致誘拐された日なんですね。なんだかね、物騒な話ですけど、徳川家康の幼少期とかをこう描くときはね、ドラマでもよく登場するシーンですね。で、まあ家康さんはね、もともと生まれた場所は岡崎城ですけど、そこがまあ松平家の居城だったわけなんですけども、そこまで強力な大名ではなかったので、東の今川と西の織田に挟まれたりして、結構苦労した大名なわけですよ。で、家康のお母さんは織田井の方ですけども、織田井の方の出身は水野家なんですね。で、その水野家がですね、松平家と同盟を組んでたわけなんですけども、織田井の方のお兄ちゃんにあたります水野信元という方がですね、急にですね、西の織田家についちゃうんですね。織田信秀に味方してしまうわけです。なので松平家としては立場がないので、家康のお母さんである織田井の方は離縁されて水野家に送り返されちゃうんですね。で、まあ離縁した旦那はね、家康のお父さんは松平広忠という方ですけども、なのでまあ広忠さんはそういった状況もあったので、新しく奥様を迎えるわけなんですけども、それが後に家康を売り飛ばしたという戸田康光の娘さんなんですね。そして広忠さんはですね、今川家に人質としてですね、竹千代さんを送ろうとするんですけども、その途中にですね、今の静岡県の湖西市浜名湖の西の方ですね、そこに塩見坂という場所があるんですけども、そこで竹千代さん一行は戸田康光の手の者によって襲撃されて奪い去られてしまって、織田信秀の元に売り飛ばされてしまったんですね。で、その値段というのがですね、一応数字で残ってるんですね、いろんな資料に。ただね、これがね、バラバラなんですよね。大きく分けて3つ説がありまして、100関門か、500関門か、もしくは1000関門か。だいたいこの3つに分かれますね。で、1関門ってどれくらいかというと、まあ、お米の値段とかで計算するんですけども、その米の値段も変動がありますんで、はっきりとは言いづらいんですけども、だいたい現在の価値にすると10万円前後という風に言われてますんで、それで計算してみると、一番高いのが1000関門だから、1000かける10万、1億円ですね。で、500関門だから、まあ、5000万円。そして100関門は1000万円ですね。これは高いんでしょうか、安いんでしょうか。で、ちょっとこれね、家康さんからすると恥ずかしい歴史じゃないですけどね、売り飛ばされたというのは家康さんにとっては隠したい過去なんかなと思いきや、これ晩年にですね、俺はちっちゃい頃売り飛ばされたからなっていうので振り返ってんですよね。で、他にもですね、基本的に徳川家とか徳川家の家臣の記録でこのことが残ってんですね。で、その後織田家の方に売り飛ばされた家康さんはですね、熱田神宮あたりの地侍であった加藤信盛の屋敷で生活してたという風に言われてますね。で、その後は万松寺の方にも移ったという風に言われてますね。万松寺というのは、これ信長がお父さんの信秀が亡くなったお葬式の時に、あの末香を位牌に投げつけたという逸話の残されているお寺ですね。私一昨日初めて行ったばかりですけども、向かいにドンキホーテがある商店街の中にあるんですね。で、その後ですね、今川家が竹千代奪還を図りまして、安城城というお城を落とすんですけども、今川家が、まあ、それ落としたのは今川家の名将大元節祭というね、今川義元のブレを務めた僧侶なんですけども、そこにですね、織田信弘さんという方がいて、この方はですね、信長のお兄さんにあたる方で、その人を生け捕りにして、その信弘さんとの人質交換ということで、家康さんは尾張から駿河の方に行って、今川家の館の方で、まあ、後の駿府城ですね、人質生活を送ることになったわけですね。で、ちなみにこの家康さんが拉致される時に、それを防ごうとして奮戦して討ち死にした松平家の家臣がいまして、その方がですね、金田正房さんという方なんですけども、この金田氏、まあ金田氏というのはですね、もともと今の千葉県あたりの豪族だったらしいんですけども、室町時代に三河の国に移って松平家に仕えたりしてたみたいなんですけども、で、戸田康光の居城というと田原城というとこなんですけども、田原で金田、金田といえばそうですよね、般若の金田さんがいらっしゃいますね。いつも大変お世話になっております。で、今日これを喋るにあたってですね、やっぱ金田一族すごいですねっていうのを LINE したら、長谷川殿にぜひ広めていただきたいとお言葉をいただきました。金田さんいつも
酔っ払うとカナダ一族の話ばっかすんだよな。でカナダさんがはっきり末裔かどうかはねわからないんですけども、もしかしたらその一族かもしれませんね。まあカナダさんご本人はもう自分のことを三河武士だと思って生活してますからね。なんかこうカナダさんやっぱすごいっすねとかって言うと、いや俺はカナダ一族だからとか、やっぱ俺は三河武士だからなって、なんか勝手に背負ってんだよな。でちなみにこの後金田家は松平家にまた仕えてですね、江戸時代には旗本になってますね。だからまあ先祖とかねいろいろ辿っていくと、私もおそらくご先祖様が忍城で水攻めされてる時に籠城してたっぽいというのが分かったりすると、よりねいろいろ歴史が楽しくなりますんで、歴史何から勉強したらいいか分かんないって方はぜひ自分の先祖だったり地元の歴史からですね学んでいただければと思います。以上8月2日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。